じゃない。しげちゃん、そうよそうよ、しげさんとことこちゃんさえよかったらずっとこの家にいてちょうだい。いや、そういうわけには。男の子なんて大きくなったら母親とる。ここがね、ことこちゃんのお部屋よ。さあどうぞ。どう、気に入った？私ね、ずっと憧れだったのよ、こうやって娘の部屋飾るの。お洋服もね、ことこちゃんにね、こんなの似合うんじゃないかなと思って。ほらどう、あ、やっぱり似合う、いい感じ。うるさい。ごめんなさい、それ私の荷物。こういう時はありがとうって言うんじゃない、普通。ありがとう。なんなのよ二人とも。勇気、お姉ちゃんができたと思ったら嬉しいでしょ。やめてよママ、僕は自分の部屋がなくなっただけでもショックなんだから。この部屋は勇気の部屋だったんだよ。そうだよ、今じゃお兄ちゃんと一緒の部屋だからすごく不便してる。勇気、荷物ここ置いとくからな。お兄ちゃん、ママさん、私やっぱりやった。ことこちゃんはね、気にしなくていいな。さね、でも、ことこちゃんね、知らないでしょうけどね、私ね、ことこちゃんのこと抱いたことあるのよ。ことこちゃんが赤ちゃんの頃。そうなんですか。私ね、ずっと女の子が欲しくて、ことこちゃんのお母さんが羨ましかった。ことこちゃんのお母さんが亡くなって、しげさんたら黙って引っ越しちゃって、もうどうしてんのかなって気にしてたのよ。そしたらこんなにすくすく育ってね、おばさんのことお母さんと思って、まあまあって呼んでもいいのよね。ね、ここは自分の家だと思って何にも遠慮しなくていいから ね。はい。一緒に住むことになるなんて。でも、ノックからしてください。いくら家くんだって。ドア開いてた。これ、あ、それはなぜや。ごめんなさい。これだけは言っておくぞ、お前たちがしばらくこの家にいるのは仕方ない。親父も袋もあんなに盛り上がってるし。けどな、俺とお前には全然関係のないことだし、はっきり言って迷惑なんだ。そんなに、そんなに私のこと嫌いなの？私も入江君のこと嫌いになれれば楽なのに。嫌いにさせてよ。バカ。行ってきます。あげた。分かってるとは思うけど、一緒に住んでるなんて学校で絶対に誰にも言うなよ。分かってます。声かけるのもやめてくれ。かけませんよ。それから俺の半径2メートル以内には近づくな。わかった、わかりました。1メートル、2メートル、これぐらい離れてればいいんでしょ。離れたわよ。さあどうぞ行ってください。
ートルでしょ。1メートル、2メートル、そしてこれは口。うりゃー、お前本当バカだな。何そんなに急いでんの。遊び行かない一緒に。いいです、学校ありますから。そんなのサボりゃいいじゃん。話してください。入江君、入江君、入江君。おいちょっと待って。俺のんのになんか言うか。おい来やろ。何や言葉なんよお前ら。あんのかい。ちょっと入江君、見てたんでしょさっきの。声かけるなって言ったろ。人が困ってる時ぐらい助けてくれたらどうなの。それでも男困ってたのか。お前のレベルにぴったりみたいな。何よ、成績芸人がそんなに偉いの。そんなに立派なことなの。そりゃ私は F 組よ、成績良くないわよ。だけどそれが何だっていうのよ。たかだか試験の結果じゃないの。私だってちょっと本気出したらあんたなんかすぐ追いつけるんだから。すぐっていつ。そのうちよ。とにかく今度の注意関節で100番以内に入ってやるから。100番に入ってあんたと同じ掲示板に乗ってみせる。勝手にどうぞ。やるわよ、やってみせるわよ。男、あんた気は確かなの。100番以内なんか入れこないじゃないよ。今まで F 組で100番以内に入れたのが一人もいないんだよ。私が歴史を塗り替えてやる。私も楽しみにしてるわ。宝くじで1億円当てる以上の確率だと思うけど。それ以上じゃないか。見てなさいよ、絶対に田舎に返してやる。あやら、あやら、お前よく決心したな。人間なんでもチャレンジが大事だ。打倒入り頑張れ。はい、しっかりります。よっしゃ。おお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 お。心配あらへんで、全部やっつけたった。おお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 。いつまでいるんだろう、あいつ。そのうち出ていくだろう。なんかあいつ薬病神みたいだな。薬病神か、そうかもな。ダメ、ダメ、ダメ、わかんない。ああ、私本当にバカなのかもしれない。頑張ってるわね。はい、お夜食。あ、すみません、ありがとうございます。お夜食なんて作るの初めてだから、なんだかワクワクしちゃった。初めて。入江君には。ああ、お兄ちゃんは勉強しないの。え、入江君って勉強しないんですか。そうなのよ、我が子ながら可愛くないわよ。なんでもできちゃって。たまには親にドキドキハラハラさせてくれてもいいのにね。入江君って本当に天才なんだ。えらいことしちゃった。ん？どうかした？え、なんでも。あ、ねえ、お勉強わからないところがあるんだったらお兄ちゃんに聞いたら。ね、今呼んでくるわ。あ、いいんです、いいんです、自分でやりますから、自分で。おはようございます。おはよう。あら、お兄ちゃん、ことこちゃん待っててあげなさいよ。今日はちょっと用があるから。間違ってるぞ、それそれ。これみたいよ。
やっぱダメか。ごめんね、ことこちゃん、私のせいで嫌な思いさせて。あ、嫌だ、おばさんのせいなんかじゃ。うん、うん、お兄ちゃんの女嫌いはね、私のせいなの。え、うっそ、これ入江君。そうなの、かわいいでしょ。でもどうしてこんな私ね、女の子が欲しかったんだけど、生まれたのは男の子でしょ。それでがっかりしたんだけど、ほら、女の子の洋服着させたらそこらにいる女の子がずっと似合うじゃない。それでついね、そうなの、それで女嫌いになっちゃったみたいよ。だからね、私のせいなの。でもね、可愛かったのよ。惜しかったわ。私、おばさんにお願いしたいことがあるんですけど。あら、何？何でも言ってちょうだい。実はですね、